田中選手お疲れ様です。改めて昨日今シーズン初ゴールを決めました。改めてあのシーンを振り返ってみてください。まあ前から守備に行ってで高い位置でボール取れてで、まあ、シンプルに数本のパスでゴールまで行けたんで、まあいい、狙いチームの狙いと一致したゴールだったのかなと思います。その狙いというのは練習でやってた成果が出たということでしょうか。そうですね、まあ、ずっと前からやっぱり前からプレッシャー行って相手のミスを誘ってシンプルにゴールにつなぐというのは、まあ、うちのチームの特徴でもあると思うので、まあ、うまくいってよかったです。そんな中でまず1ゴール今シーズンの目標としてゴール数何ゴール決めたいとかはありますか。いや特にないです。わかりました。今週の水曜日は松本山鹿戦になります。準備期間が短い中で練習中からやっておきたいことなどはありますか。まあ、すぐもう試合があるんで、まあ、単純なことですけど、まあ、いい食事と睡眠とって早く回復して、まあ、少しでもいい状態で次の試合に臨めればいいかなと思います。最後にファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。まあ、シーズンまだこれから長いですけど、まあ、一戦一戦全力で戦いたいと思っているので、ぜひもっとたくさんの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。